こんにちは、ロックンクローラーズです。今回はブームレーシングのクードゥウォータープルーフアルミニウム LET ライトバーセット、これの紹介です。これね、3種類長さがあって、今あるのが長いやつと短いやつですね。中間のサイズはないです。あの抜直タイプの完全防水の LED ライトバーですね。これ下のやつはちょっと黄色くなってますけど、これは僕自分でタミヤの、あのクリアイエローエナメルのやつで塗って、イエロー化してます。この白いのがね、普通のタイプですね。あの買った時はこの上の感じでした。あの LED ライトバーってもういっぱいあるじゃないですか。それこそアリエスプレスとかアマゾンとかでも、その無名ブランドのものも含めていろいろあるんで、何がいいのかっていうのはちょっと一概には言えないんですけど、やっぱメーカー品、ちゃんとしてるものってすごくね、あのレンズの部分の質が高いんですよね。なんでね、あのそんな値段変わんないと思うんで、買ってもこれでね、2000円台ですよね、確かね。で、抜直ができるっていうのもいい点。サンセルリポまでだったら抜直で OK です。これね、いちいちね、受信機から電源取ったりとかこんなんやってらんないんで、バッテリーからね、分岐させて JST とかで。で、もしこれ受信機で操作したかったら、この間にね、なんだっけ、なんかそういう商品あるじゃないですか、コントロール用の安いやつ、300円ぐらいで買える、ああいうの入れれば、ね、受信機でコントロールもできるんじゃないかなと思います。あ、でも抜直だと無理なのかな、ちょっとわかんないです、ごめんなさい。で、明るさもね、十分明るくていい感じですよ。で、ちなみに僕が持ってるライトバって、これはマイトリック RC のライトバ。これはまあすげえいいですね。最高です。で、これゲートキーパーについてるのは、これ安いやつ。もうほら、ひどいでしょ、このチップが丸見えで、ただ、透明のね、シートみたいのが、かぶさってるだけってやつ。ついてない時の格好悪さ。長いのはね、このディフェンダーにつけたいかな、8分の1のやつ。ただちょっとなんか細いかな、ディフェンダーにはもっとなんかゴツゴツしたライトバーの方がいいかな。バンキッシュもいいけど、なんかバンキッシュもちょっと合わないかな。 TRX4 のブロンコは意外といいかもしれない。これあのルーフラックつけてね、似合いそうな気がします。あと、ちょっと埃がすごいんですけど、まだ一度も走らせてないですけど、ナイトランナー。これも悪くないけど、ナイトランナーもちょっとライトは、ライトバーじゃないバー、あの、ライトつけたいかな。Gen8 もちょっと幅が足りないかな。ブロンコにつけるのいいかもしれないですね。そんな感じでね、この長い方はね、どれにつけようか、今迷ってる感じです。で、付属品なんですけど、JST のね、コネクターがね、いくつかついてます。こんな感じ。まあ、直接配線して JST から取るタイプと、バッテリーのね、バランスケーブルから取れるようにするタイプのケーブル、ついてます。バランスケーブルからだとね、結構配線ごちゃごちゃしちゃうんで、僕はもう JST でいきなり、直で取った方がいいかなと思いますね。あとマウント系もついてます。まあ、さっきも言いましたけど、これ完全防水なんで、ガチガチに水攻めしても全く問題ないです。これ JST ですね。そんな感じでね、ブームレーシングのクールっていうライトバーなんですけど、
僕が今まで所有してきたライトバーの中ではこういうタイプでは一番いいですね。あの横一直線のやつ、明るいし簡単に取り付けられるし、この長いのもいいですけど、僕が今つけてる短いやつも LCG マシンとかにね、さりげなくつけるのにはめちゃくちゃいいかなと思います。なんでね、皆さんぜひチェックしてみてください。それでは。